朝関龍太郎は、モンゴル国ウランバートル氏出身で高砂部屋所属の、元大相撲力士。本名は、バダルチダシニャム、愛称はダシ。四個名と部屋の兄、弟子、朝昇竜の本名にちなんで、赤ドルジとも呼ばれる。現役時代の体格は、身長184センチメートル、体重150キログラム、血液型 B 型、趣味は映画鑑賞。特は、 左四つ、より、投げ。最高位は、西関分け。現在は、年寄り、高砂浦五郎を名乗り、高砂部屋の師匠として活動している。部婦の那ちの次男。6から12歳までな、ダムの競馬大会に出場し、子供には難しいと言われる長教へ得した。明徳義塾高等学校に朝昇流と共に、来日し、活躍した。 1997年9月6日と自身がはっきりと記憶している初来日の際に移動で利用したのがダシニアムにとっても朝昇流にとっても初めての飛行機登場。二人とも窓側に座りたかったから最初は30分ごとに座席を交代していた。そのうちに海が見えてきたらどっちももっと見たいと思って5分とか10分ごとに座席を変えていましたよと。 ウィウイシーエピソードを引退後に明かしている。高校卒業後、大学進学か、相撲部屋に入門か迷ったが、朝昇流も入門していたため、高校在学中の2000年に1月に朝昇流と、同じ若松部屋に入門始発土俵を踏んだ。5月場所には早くも全勝で、ジョニダに優勝。11月には早くも新爆下。兄弟子の朝昇流ほどの速さではないが、それでも、 順調に番付を駆け上がり、2002年7月場所で重量へ昇進した。初土俵から所要15場所での新十両で年6場所制以降では、史上10位体のスピード出世であった。この時の新十両には、春日王がいる。新十両の場所では6勝9敗とつまずいたが、幕下への陥落は免れた。翌、9月場所からは3場所連続で2桁勝利を挙げ、 特に西十両筆頭で迎えた2003年、1月場所では11勝4敗の成績を上げ、武勇山との決定戦を制して十両優勝。なお、この場所の幕内では、大関朝昌龍が優勝を果たしており、高砂平野勢が2つの優勝をさらった形になった。結局朝関龍は4場所で十両を通過した。2003年3月場所に竹風と共に新入幕。 入幕後しばらくはパッとしなかったが、2004年3月場所では、幕内いながら校長で、横綱朝青龍大関、海王、大関千代大会とともに初日から11連勝。12日目には海王を破って12連勝としたが、翌日仙台大会との全勝対決は、付き合い、押し合いの大激闘の末、押し出しで破れた。 離れた相撲としては、珍しい1分12秒の大激闘であった。それでも、先週落まで優勝争いを展開し、結局13勝2敗の優勝時点で終えて、主君賞と技能賞を同時に受賞した。その後は、会で大勝ちすることもあるが上位には、なかなか通じずに大敗するといった状況が続き、さらには右膝を痛めて、しばらく低迷した。 それでも次第に自力をつけて2006年3月5月は10勝5敗と連続2桁勝利。特に5月場所は上位で初めて勝ち越したのみならず4、大関を破る健闘を見せて関東賞を受賞。翌場所には稀勢の里と同時に新三役を果たした。新三役の場所では初日に綱取りを目指していた白鵬を破ったが、翌日の海洋との取り組みで、 左足の人体帯を痛め、翌日から休場してしまった。横綱審議委員会稽古総研での朝関流関2007年5月場所では上位との対戦はなかったが、12勝3敗で2度目の優勝時点の成績を上げ、自身2度目の技能賞を受賞した。翌7月場所は全頭筆頭で8勝7敗と勝ち越し、9月場所に関分け昇進を果たした。 新関分けの場所は8勝7敗で三役で初めて勝ち越した。その後は2008年までは上位での土俵が多く三役も務めたが2009年以降は前頭中位以下に低迷している。2012年5月場所では東前頭14枚目の地位で6勝9敗と負け越し十両に陥落した。東十両筆頭で迎えた7月場所では9勝6敗と 三場所ぶりに勝ち越した。2013年1月場所は場所直前の稽古で、右足首の軟骨を痛め、初日は不戦敗で二日目から休場。歩けないほどの重傷であったが五日目から痛み止めの注射を打って、再出場を強行。5勝10敗でなんとか関取残留を決めた。翌、三月場所は西重両11枚目まで番付を交代させ、 幕下に落ちれば高砂部屋が135年ぶりに、関取消滅という危機に瀕していたが、この場所は10日目に勝ち越しを決めるなど好調であり、終盤失速するも10勝5敗の成績で締めくくった。2014年3月場所は西十両3枚目の地位を、与えられたが13日目に負け越しを確定させ、その後先週落までに連勝して7勝8敗と、 食い下がるも、再入幕を果たせず悲願は、持ち越しとなった。2014年11月場所は中日まで3勝5敗と、振るわなかったものの後半は大きく追い上げ、結果的に9勝6敗の勝ち越しに預かった。かつて第68代横綱、朝青龍の土俵入りでは、ほぼ毎場所立ち持ちあるいは、梅雨払いを務めていた。また、2010年10月3日に開催された、 朝昇流の引退相撲における最後の横綱土俵入りでも梅払いを担当した。同部屋である朝昇流の強烈な存在感に比べるとやや影に隠れていた趣があるが、温和な性格で多くの人に好かれている。2012年2月にモンゴル人女性と入籍して2013年10月25日にはすでに第二子が誕生したが、2013年以降10両で、 低迷していたため、入籍から3年近く経過するまで挙式は自粛していた。本人は幕内に復帰したらあげたいけど、まずは親方と相談してから、という意向を示していたが、その後、2015年9月場所で実に17場所ぶりに再入幕を果たし、その後10両に再び陥落したものの、2016年2月14日に挙式を行った。 2016年11月場所を西十両9枚目の地位で4勝11敗と負け越し86場所連続で務めた関取の地位を手放すことが決定的になった。これによって1878年から138年に渡って高砂部屋に関取が所属していたという記録が途絶える見込みとなった。朝関流はいろいろな先輩たちや関取衆に申し訳ない。 自分が途切れさせたくないという気持ちが、この3、4年は強かったとショックを隠せない様子だった。高砂は、非常に残念だが、真摯に受け止めてまた新しい歴史を作ると気丈に、話した。なお2017年3月場所において、弟弟,弟子の石橋が、新重量昇進を決めたため、高砂部屋の関取不在は一場所で解消された。朝赤龍は幕下に陥落後もに場所相撲を取った。 ものの、いずれも負け越して関取復帰は叶わなかった。2017年4月に日本国への帰化申請が承認されて日本人となり、法務省が4月21日付の官報に告示した。外国人力士が帰化する際は、仕込めをそのまま本名とする力士が多いが、朝赤流はモンゴル名バダルチダシニャムのままで通した。帰化に関しては、 とても勇気がいることだったと振り返った上で、でも、このまま相撲界に残りたかった。引退後も残るためには親方になる必要がある。そのためには国籍を変えなければならない。だから、迷いはなかった。親の反対もなかったしと引退に際して話している。2017年5月場所初日の2日前となる5月12日に、朝赤流は日本相撲協会へ引退届を提出し、 当日の教会理事会にて、自身の引退と、年寄り、西木島の襲名が承認された。それまで西木島は、豊ノ島の所有として公表されていたが、同日開会の理事会で、朝関流が引退と同時に、西木島を継承する県が襲名の県と合わせて決議、されている。15日の引退会見では、部屋の横綱が引退してから部屋の関取りを切らせたく、ない気持ちがありました。 朝の山が私が引退する前になってくれたことが嬉しいと語り、高さ後も落ちてもすぐやめずに頑張る姿勢を見せろと言った。膝の怪我さえなければ朝昇竜にも負けないくらいの相撲を取れた。真面目さ実直さを弟子に伝えてほしいと期待した。2018年2月4日、自身の引退相撲が両国国技館で行われた。断髪式前に行われた余興の 朝瀬紀流最後の土俵入りでは4歳となった長男と土俵入りを行う予定であったが、直前になって長男が泣いて嫌がったため一人で土俵入りを行い、長女からの花束贈呈の際には感謝の手紙が読み上げられた。断髪式では約250人の関係者がハサミを入れ、止めハサミは師匠の高佐号が入れた。引退後は年寄り、 西木島として2020年11月まで高砂部屋付き親方として活動。2020年12月、12月9日に65歳の誕生日を迎えて相撲協会を定年退職した7代高砂から名席を交換する形で8代高砂を襲名者部屋を継承、高砂部屋の親方となった。高砂継承の際には、将来的に、浅野山の引退の際には、 高砂の名跡を朝の山に上として部屋を継承させることも内定し、これを承知したという。高砂部屋の師匠としては、毎日新聞の取材で部屋を継承して、稽古をしっかりさせて、怪我のない先代のような強い力士を育てたい。自分は、現役中は怪我が多かったから、しっかり筋肉をつけて、怪我をしない対策をとっていきたい。もちろん、 横綱を育てたいという気持ちもあると抱負を語り、弟子に対するスタンスとしては7代高砂とは異なって、距離を詰める姿勢をとっている。2021年5月場所中に高砂部屋所属の浅野山が、新型コロナウイルス対策で日本相撲協会の定めたガイドラインで不要不急の外出を、禁止されている期間に不要不急の外出を行っていたことが判明した。 同年6月11日に行われた日本相撲協会の理事会で高砂は浅野山の師匠として監督責任を問われ3ヶ月間20%の報酬減額処分を受けた高砂はこの件で浅野山の引退届を5月21日付で提出していたがこれは不受理となった日本相撲協会のコンプライアンス委員会は2020年11月の 高砂部屋継承後も、高砂部屋には、仙台師匠の西木島が居住しており、高砂自身が、高砂部屋に居住していなかったことが監督不十分の原因の一つになったと指摘しており、2021年7月中に、高砂部屋の家主を高砂に変えることが確認された。根は、左四つであるが、日本相撲協会公式サイトの、大相撲データや一部の書籍、雑誌ではなぜか、 右四つ得意とされている。技能派で派手さはないが、偶然ふんどしを取ると力を発揮する。出し投げなどでうまく相手を崩しながら寄り切る。ありがとうございます。